あとなんかサイレントで出すシャツとかがあった。全然数作れなかったからもう動画にもせず YouTube にも上げず勝手に上げようシリーズ、これっす。サイレントシャツ。パブロとかメゾンキネマでサンプル出来上がってるものってパーカーぐらいですか？パブロだとジップのオンブレシャツと、まあ、このパッチデニムが今試験中、最終試験中みたいな感じかな。あとカーディガンか、チェックのカーディガンとかも部屋の、まあ、春に出そうかな、もしくは来年でいいかな、来年の秋冬でいいかなっていうアイテムくらいかな。でメゾンキネマはさっきのパーカーとチェックのセットアップ、まあ、別々で使えるよってやつ、グレーチェックのアイテムなんかがあって、あとなんかあるかな。 あとなんかサイレントでペペッとなんか出すシャツとかがあったな。全然数作れなかったからもう動画にもせず YouTube にも上げず勝手に上げようシリーズ。サイレントで出すのはどんなシャツでしょうか、気になります。あ、最後にそれ着て終わるか。これっす。サイレントシャツ。後ろが知ってる。あ、これパブロのいつものオープンカラーシャツなんだけど、前にねメゾンキネマの方で使ったこの二重編みコットンの生地がすげえ良くて、なんかそれをちょっとシャツで使いたいなと思って、ただ単にでもシャツに使うんだったらなんか面白くないなと思って、あのデニムシャツさっき着てたと思うんだけど、あれのディティールをちょっと入れてパブロっぽくして、まあ使いやすいっすよね。ただ生地が確保できなかったから全然作れません。だからサイレント、これは。まあ、こういうオープンカラーシャツ着ても、まあ、襟潰して着てもよし、まあ、出すとちょっとねワイルドな感じになっちゃうんで、僕はあんまりオープンカラーは出さないんですけど、こんな感じ。サイレントシャツいいな。サイレントシャツいつ頃の予定ですか？全然決めてないです別にいつでもいけるんじゃないのかな。これはもう量産しちゃってるから、ある分だけがあんまり全然作れなくてっていう感じで。